江戸幕府を滅ぼした原因は尊王攘夷ではなく米だった。日本史の授業では必ず習う江戸幕府の崩壊、多くの場合それは黒船の来航により無理やり開国させられた無策な幕府に対して諸藩の下級武士たちが憤り、尊王攘夷思想が渦巻いて薩摩長州のような夕飯が天皇を錦の御旗に押し立て、ついには幕府を武力で倒したと説明されがちです。それはそれで間違いではないのですが、実は江戸幕府は黒船が来なくても構造的に倒れる運命にありました。その大きな理由は米だったのです。江戸幕府を滅ぼしたモンスター米とはズバリ。では結論を急いで知りたい人のために、ここで江戸幕府を滅ぼした米についてざっくりと説明しましょう。1、江戸時代の武士は米を支給され、それを売って生活。2、平和の中で人口が増え、開墾が進み、米の生産量が増大。3、商業が発達し、換金作物が出回る。4、経済的に余裕が出た農民が換金作物を作る。5、好景気でインフレが発生、米の値段は上がらず、武士の収入が低下する。6、享保、官制、天保の改革で、物価の安定を図るが焼け石に水。7、黒船でペリーさんがこんにちは。以上7つの段階を経て武士の生活は破綻し、江戸幕府は崩壊しました。ここからはそれぞれの要因を少し細かく見ていきましょう。鎌倉時代から一貫する武士の米好き。どうして江戸時代の武士は米を給与としてもらっていたのか。この理由は鎌倉時代まで遡ります。当時の武士は幕府に領地を保証され、領地の農民から年貢を徴収して生活していました。土地は保有し続ける限り未来永劫作物を生み出すので、武士は一族繁栄のために土地に執着し、領地を守ることに一命をかけました。これがいわゆる一所懸命です。戦国時代も後期になると、武士は大名が支配しやすくするために城下町に集められ、先祖伝来の土地から切り離されますが、相変わらず給与として功績に見合うだけの米を支給されていました。そしてこれは江戸時代に入っても同じだったのです。太平の世が続き、米の値段が安定する。江戸時代の前期は戦乱の後遺症から日本が立ち直ってなく、人口は少なく耕作地も荒れたりしていたので、米の値段は高いもので、貨幣も同然でした。武士は年に一度支給される米を札差しと呼ばれる商人に売却してお金に換えていたので、米の値段が高ければ生活に問題はありません。しかし戦乱が収まると人口が増加し、どの藩でも開墾を奨励したので、全国の耕作地面積は人口の伸びを超えて増加していき、高かった米の値段が安定してきました。これにより札差しに米を売却する武士の取り分は目減りしていくようになります。換金作物が市場に出回る。米が安価になったことで多くの人々が食うや食わずの窮乏生活から解放されます。人々の生活には余暇が生まれ、菜種油や麺のような換金作物の栽培が始まりました。こうしてそれまで自給自足の生活をしていた農民もお金で商品を買うようになり、より豊かになろうと自らも米を作る傍らで換金作物を栽培します。やがて米を中心に動いていた日本の経済はその軸を貨幣にシフトさせていきました。こうしてお米の値段は下がっているのに物価は上がり続けるインフレ状態が進行。貨幣経済から取り残され、米にすがる武士階級の生活は次第に苦しくなります。安易な貨幣改鋳が物価暴騰を生む。さて武士階級同様に江戸幕府の台所も苦しくなっていきます。江戸時代の初期にこそ豊富な金銀の採掘で潤った幕府ですが、江戸時代の最初の50年が経過しないうちに金銀の採掘量は激減し、頼りになるのは年貢のみの事態になります。そして日本経済が米から貨幣経済にシフトすると、年貢の収入は増えないのにインフレで物価は高くなり、支出は増加し、財政は苦しさを増してきたのです。この問題に幕府は安易に小判を改鋳して金の含有量を下げるなどして一時的に利ざやを稼ぎますが、貨幣価値の低下はインフレを招いて物価は高騰し、庶民そして武士の生活を苦しめるようになります。これに懲りて新井白石は小判を再改鋳して金の含有量を増やしますが、インフレが収まった代わりに貨幣の供給量が低下し、深刻なインフレを招くことになりました。享保、官制、
天保の改革の正体。この米問題に最初に正面から取り組んだのが八代将軍徳川吉宗でした。吉宗の時代、幕府は幕臣に俸給を支払えないほど困窮、改革は待ったなしだったのです。将軍に就任した吉宗は新田開発に力を注いで年貢の徴収を増やすとともに、収穫によって年貢の徴収率を決める従来の検味法から豊作凶作に関係なく年貢率を定める上面法に変えるなどして幕府の年貢収入を増加させました。同時に吉宗は殖産興業を奨励し、幕府の寺社などへの援助を削減するなどして、一時財政は黒字化しますが、うまくいかないもので米を増産したせいで米価が下落、逆に米以外の物価が値上がりし、武士の収入が大幅に目減りします。吉宗は株仲間に命じて米相場を監督しようとしますが、需要と供給で動いている米相場はいかに吉宗が安定させろと株仲間に命じてもどうにもできませんでした。そこで吉宗は小判改鋳に踏み切り、小判の金含有量を半分に削減して発行、市場に出回る貨幣量を増大させてデフレを引き起こして物価を下げ、改鋳利益で幕府の赤字を埋め合わせたりしています。しかし享保の改革は結局米に依存したものだったので根本解決にはならず、その後田沼意次が米に頼る幕府の農本主義を転換し、殖産興業を奨励して税制の改革を断行しますが、それが賄賂と腐敗を招いたとして田沼は失脚。田沼の後を受け就任した老中松平定信は享保の改革を踏襲した寛政の改革を実施しますが、緊縮財政で貨幣経済を抑圧する政策は政治を左右するようになった大商人には不人気で、成果も乏しいものでした。その後も幕府は老中水野忠邦主導で享保の改革を行いますが、これも成果は上がりません。なすすべがない幕府はこうして黒船さんこんにちはを迎えてしまうのです。不平等交換レートによる金流出でとどめ。黒船来航というと不平等条約を諸外国に押し付けられても何もできない幕府に対して、尊王攘夷の支持が激しく反発し、そのエネルギーが倒幕に向かうイメージです。しかし実際にはイデオロギー以上に経済上の失策が大きいと言えます。開国した結果、それまで国内需要を満たす量しかなかった商品が海外に大量に輸出され、国内は深刻な商品不足になり、それが米や味噌や穀物などの相場にも跳ね返り、物価の暴騰が発生しました。おまけに幕府は西洋に対し極端に不利な金銀の交換レートを敷いており、日本の金が海外に流出、やむなく幕府は銀と金の交換レートを海外に合わせるため金の含有量がこれまでの3分の1の万円小判を発行します。さらにこれまでの小判については新小判の額面の3倍で引き換えることにしたので、江戸中の両替商に旧小判を新小判に引き換える人々が殺到しました。これは激しいインフレーションと物価の乱高下を引き起こし、幕府は抜本的な解消策を見出せないまま倒壊してしまうのです。武士が米に頑なにこだわった理由とは。江戸幕府には優秀な人材もいましたが、ついに江戸開府から滅亡まで米を基軸にした経済という時代遅れな枠組みから抜け出すことができませんでした。というより武士の DNA が貨幣経済に移行して米を捨てることを拒否したのかもしれません。武士は戦う種族ですから、常に資産運用で一喜一憂したのでは安心して武芸に打ち込むことができません。土地から取れる米を売却しておけば生活は100年安泰の方が武士の精神には合致するのです。日本史ライダー川嘘の独り言。幕府が米にこだわった結果として貨幣経済への移行が進まず、現実に合わない改革を繰り返し、最後には黒船来航による巨大な世界経済に飲み込まれ、幕府は終焉を迎えてしまうのです。黒船来航は幕府崩壊の契機ではありましたが、黒船の到来がなくても貨幣経済に適合できない江戸幕府は経済の混乱を防げなくなり、どこかの段階で倒れていたのかもしれません。